皆さん、こんにちは。ゴールド TV です。第1部の方では、金と銀と仮想通貨、ビットコインについて見ていきましたけれども、第2部はですねえ、久しぶりにゴムのマーケットについて見ていきたいと思います。ずっと安値で低迷していたゴムのマーケットですけれども、いきなり去年の末から上昇が始まって、今7年ぶりの高値をつけた。 ということで、その辺の状況、それとなぜその上昇相場に入ってきたのかについて見ていきたいというふうに思っています。えー、第2部の方もよろしくお疲れのほどお願いいたします。ということで、早速ですけれども、マーケットの方から見ていきたいと思っています。今、冒頭で申し上げました通り、東京ゴム、JPX、ごめんなさい、今 JPX ですね。JPX ゴムのマーケット。2017年以来、7年ぶりの高値をつけたというふうな状況ですね。 今350円を超えて、まあ、えー、この2017年の高値、ね。これを意識した展開に入ってきています。あるいはこの心理的な節目、えー、である400円。これを意識した展開に入っているというふうな状況ですね。えー、ただしですね、この RSI が、えー、相対力指数ですね。相対力指数 RSI が、えー、一つの節目である70ポイントを超えてきたので、そろそろ、まあ、い、えー、が一巡した。 買われすぎっていうことで、えー、下落に転じるう危険性があるっていうことですね。ただ、これマクリー、MSCD の方はまだゴールデンクロスのままですので、ちょっとこの辺判断が難しい。ただこれですね、直近上辺、上品、上品をつけてますので、えー、まあ、高値、目先の高値はつけたかなという感じもしますね。次がこれ、えー、JPX じゃなくて今度はシンガポールですね。 はい。シンガポールの TSR。世界的にはですね、ゴ、えー、ムの価格の指標になっているのはこの TSR。これブロック状ゴムと言いますけども、このシンガポールの TSR が指標になっています。こちらの方を、えー、去年の、あ、去年じゃない。去年もそうですけど、2022年10月、この安値をボトムにして、えー、上昇トレンドに入ってきた。まあ、実際的には去年の夏ぐらいからですね。はい。 上げて、また下げて、えー、去年の後半から今年にかけて、上昇トレンドが、まあ、鮮明になっているということですね。去年10月にはですで、ね、に115セントを起点として、今、えー、貯金では175セント台まで上昇している、まあ、このが53%の上昇ですということです。こちらの方ですね、この RSI がもう変わりすぎですね、80ポイント近くまで変われたので、まあ、ここからは下げてくるかな。 というふうふなイメージで見ています。次が上海ゴム。上海はこれ、中国で、世界で最も、えー、ボリューム、取引ボリュームが多いマーケットです。こちらの方も、えー、2023年3月の安値を基点として、えー、今年3月には一時1万5800とび5元まで上昇したということです。この間37、37%の上昇となっています。 こちらの方もですね、この一回デッドクロスからまたこの、うん、ゴールデンクロスに入ってるんですけども、もう長い上品をつけてますので、ちょっと目先の高値はつけたかなっていう、うん、印象が強いですね。はい。で、JPX ゴムの、えー、直近のこれ、週足ですけれども、こっちらは、えー、去年の8月、夏の 安値194円から直近3月18日は364円まで80%上昇に至っている。こちらの方も、えー、上げ過ぎの反動から、えー、修正安に入っているという状況ですね。まあ、実は日足で見てもですね、えー、短期波動ではずっとこの365円つけてから下落トレンド入ってますので、えー、300円近くまで目先下がってきてもおかしくない。 でこの MACD は完全にこのデッドクロスしてますので、ここからまた下げて、下げて、まあもしかしたらこの、これ一目均衡表っていうグラフなんですけども、ここの抵抗体、この斜線が入ってる部分、抵抗体、雲の中か、ここの水準近くまで下げてくる可能性もあるのかなっていうふうな今、状況ですね。まっ、あ、た修正安で下げてから再び上昇トレンドへっていう展開になることが予想されます。 で今、7年ぶりの高値をつけたっていうことなんですけども、その原因ですね。で、今の修正圧が終わってから、今後また上昇トレンドに回帰するであろうという見方、強気な見方がベースにあるんですが、その理由ですよね。で3つ、一応、えー、取り上げましたえ。天然ゴム消費需要の拡大、増大。2つ目が天然ゴム産地単位の天候不順。 三つ目が、マーケット、国際商品指標、コミュニティマーケット全体の上昇トレンド。このに沿ってゴム相場も上がってる。この三つですね。はい。ということで、第一点の方から見ていきたいというふうに思います。天然ゴム需要が増えている。これは世界最大の天然ゴムの消費国、中国の需要が拡大しているということですね。 なぜ中国の天然ゴムの需要が増えてるのかっていうのは、新車販売台数、これが急増してるっていうことです。コロナ禍の状況から中国、ずっとの、えー、新車販売台数、あるいは、えー、新車、えー、生産台数、これが右肩上がりで増えてるんですけども、特にこの2023年は1年間を通じて3000万台を超えたんですね。中国の3000万台超えは、 過去初めてですで。今年に入ってからも2024年は前年同期比、去年でも過去最高だったんですけども、さらに増えて12%増の3009万台、あ、これが、ごめんなさい、これ去年ですね。この2013年が前年比12%増の3009万台ですね。はい。うん これまでね、日本は、まあ、えー、世界の自動車工場と言われるほど、まあ、輸出も強かったんですけど中国に抜かれてしまいましたね。はい。特に中国が強いのは EV 車。これ書いてあす。新エネルギー車ってこれ、あの、e、EV 車ですね。輸出台数は前年と比べて77.6%増の120万台になったっていうようなことで、まあ、全体の、うん、そうですよね、もう、 1>, えー、1割で300万台ですので、まあ、5%ぐらいまで拡大しているということです。で今年の状況ですけれども20、2024年に入ってからも、この中国の新車販売台数の伸びは続いていまして、1月と2月、これ合わせた台数は402万台。 これは前年度期、過去最高の前年度期、さらに11.1%の増がプラスということです。特にこの1月ですね。1月がすごい伸びたんですね、新車販売台数。前年度期で47.9%増、243万台、6か月連続で前年度期プラス。もう爆発的にちょっと増えてますので、この辺の中国の新車販売台数、 それに伴って天然ゴムの消費量が大きく伸びてる。買い付け量も伸びてるっていうことですね。はい。ちょっとね、1月2月。1月2月は、あのー、旧正月とかで休みが多いというのがあって、まあ、えー、基本的にあのそれほど新販売台数の水準的,水準的には伸びない、大きく伸びないんですけども、それでも過去最大、1月2月の トータルは過去最大の台数を示したということですね。2つ目がですね、世界最大の天然ゴムの産地国がタイなんですけれども、タイの天候不順による供給不安、これも天然ゴムの価格を押し上げる大きな要因になっているという部分も、えー、大きいですね。去年の12月下旬、うんまあ、あと 洪水による被害を考えると、今年に今年の初めにかけて、えー、タイがですね、えー、大雨に見舞われたんですね、去年12月下旬、えー、ソンクラ県、パタニ、ナラティワート、ヤラ、これはタイの一応南部の方ですね、天然ゴムの,あの重要な産地です、特にこのソンクラ、ハチャイ、この辺は世界で最も天然ゴムが取れる地域なんですけれども、ここがまあ大雨に見舞われて、 えー、天然雲の農園、これが冠水、水雨でこう、まあえー、冠水しては、農園に入ることができなくて、それとともにタッピング、タッピングってこう天然雲のこう、えー、幹を切ってラテックスを出す作業ですけれども、まあ、生産工程ですね、それができなくなったので、えー、十分なフィールドラテックスおよび USS、USS っていうのはアンスモクトシートっていう あの、原料になるものですけども、それが収穫できない、できなかった。あと、道路が冠水したことで、この、ソンクラとかパタニからですね、えー、陸上でトラックで、バンコックまでもバンコクの港まで持っていくんですね、荷物を。これが完成された RSS、リブとシモクトシートをトラックに乗せて運ぶんですけども、そういったことも、なかなかこの雨によって、道路の遮断とかでできなかった。 ということもあってですね、荷物が、えー、少なくなっていた。そういったところに、今度は1月下旬から2月にかけて、今年1月下旬から2月にかけて、ウィンタリング。ウィンタリングっていうのは1年に1回天然ゴムの葉っぱが落ちるんですけども、それを落葉木って言います。古い葉っぱが落ちて、新しい、えー、葉っぱがこう植え替える。1年に1回は葉っぱの入れ替えがあるんですけども、 この時期は葉っぱが落ちて、ゴムの木を切ってもあの、ラテックスは出てこないので、えー、生産をやめます。止めます。必然的に減産になるんですね。ということで、去年の12月のこの大雨、プラス、えー、季節的な要因、ウィンタリング、これでですね、今、原料が少ないっていう状況ですね。まあ、それに伴って、当然ながら値段が今上がってます。 直近ですと、えー、今、えー90えー、ここに書いてありますけれども、1キログラム当たり90バーツまで上昇している。これは7年ぶりの高値ということですね。先ほどあの、JPX のゴムの相場7年、7年ぶりの高値をつけましたということを示しましたけれども、それと同じように、えー、産地のゴム価格も 7, 7年ぶりの高値をつけた。でも、これ逆ですよね。 原料、原料価格、現物価格が過去最高値じゃない。7年、ごめんなさい、年ぶりの高値をつけたので、それにつれて先物マーケットと JPX、上海、シンガポール、こういった先物マーケットも連動して高値をつけてるという状況ですね。で、セター首相というのは今、タイの首相ですけれども、あのー、近くのですね、 えー、国々から違法なゴムが結構入ってくるらしいんですね、それがタイの天然ゴム価格を安くさせてるという部分があるらしいんですけれども、その国内流通を今、政府がです、ね、阻止している、国境付近のこう違法ゴムを、輸入を阻止している、まあ、それがゴム価格が上昇させてるというふうな指摘をしているんですけれども、まあ、確かにそういった技術的な部分はあると思うんですが、 まあ、基本的にこの天候要因と季節的になる要因、これによって価格が急速に上がっているという状況ですね。まあ、ご参考までに、えー、タイの場合は11月と12月が大雨期、一年を通して最も、えー、降雨量の多い時期。雨の量が多いとラテックスの量が増えるので増産期になります。 ところがこの12月、増産期に、えー、豪雨に見舞われて農園が冠水したので、十分なラテックスが収穫できなかったというのが今の状況ですね。で、2月3月はこれ寒気に入ります。寒気の時期にゴムの葉っぱが落ちてウィンタリングに入って、えー、こ,れここの時期も供給量が落ちるというところですね。 で、三つの理由が、えー、コミュニティ全体が上昇している。こういった大きな流れの中でゴム相場が連動して上昇している。この部分もですね、ちょっと見逃すことができないんじゃないかな、というふうに考えてます。まあ、第一部の方でですね、えー、ビットコインのついて、ビットコイン市場についてちょっと触れましたけども、まあ、その他、株式市場も過去最高値をつけたりとか、まあ、金の価格が過去最高値をつけたりとか、 金融市場全体が今リスクオンの状況になってますよね。全面高。まあ、こういった流れの中で、えー、出遅れ商品がですね、ゴムみたいなデコル出遅れ商品が、えー、連想外っていうか、何て言うんですかね、えー、物色外っていうんですかね。そういったので上げてる部分も大きいのかなという感じがします。まあ、ご参考までにここにね、JP m o r g 今年の2024年のマーケットについて予想してるんですけども、 えー、そこが大事を背景に価格の上昇が見込める。ゴムを含めた産業素材分野。まあ、産業素材分野ですので、銅とかニッケルとかそういったものも含めて中国の需要が回復した場合は上昇が期待できるとの見解を示していますけれども、まさに今のゴムのマーケットはそうですよね。中国の新車販売台数が伸びて、中国の天然ゴムの買い付けが増えている。まあ、この辺が実際にゴムの マーケットにと合致している。この見立て通りということで、まあ価格は、えー、実際、現実問題、今、上昇に転じているとす、ねで。商品全体も、これですね。CRB、えー、CRB CR 国際商品質。これで見ても、ずっとこの、えー、上昇傾向が続いている。特にこの去年の十2月。まあ、これで見ますと258ポイント。これを、えー、県として、ずっと今、 アップトレンドがいいているという状況です、ね、去年の9月のね、この290ポイントとほぼ近い数字まで来てますけど、これを抜くと、テクニカル的には、えー、上抜けで、さらにこう300ポイントという次の心理的な節目を目指して、上昇する可能性が高いのかなという感じがしますよねここで日産証券からのお知らせです。 日産証券では、株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から、商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで、取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるよう、サービス環境を整備しております。特に商品先物取引では、対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、 すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページでご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。な、これ、これ、次のグラフは、まあご参考までに、天然後の相場っていうのは、えー、年少高の年後半安というパターンです。 で一番この増産期を開けたぐらいから、また上昇トレンドに入る。年始め高の年後半安ということで、今3月ですよね。例年のパターンですここからね、えー、下がっていく。特に8月は、この8月の不時置が迎えるとと,ともに、えー、供給がこの過剰になって値段も下がる。 ただですね、今年の場合はですね、去年の12月の大雨による冠水、それによる減産、それと季節的なようにウィンタリング、で今、シナスですよね。なので、今のこの品薄の状況が続いて、旺盛な中国の需要、買い付けが、まあ、えー、ちゃんと履行できない、という、まあ、事態になった場合ですよ。まあ、今はそういった事態になってるって話は聞かないんですけども、もし、 えー、契約した船積みが遅れる場合、遅れるというか、まあ、これポ、ポストボーンっていうんですけど、えー、船積み延期となった場合は、ですね必ずそのポストボーンっていうワードが午後の市場で出た場合は、必ず値上がりします。過去,過去の例として、ですね、まあ、例えば2011年とかですね、えー、船積み延期という年になった場合は、この5月、6月の時期に上がるというケースもあるんですね。 なので、この例年のパターン崩れて、えー、これから、まあ、4月、今日今日から4月ですけれども、この5月6月にかけて、大きく値上がりするに転じる可能性もあるのかなという感じがします。最後の最後に、あのこれは、えー、世界銀行、ワールドバンクの見通しについて、えー、天然ゴムの見通しをしが示されてましたので、ちょっとご紹介させてげたいと思います、まあ。結論から言うとですね、 今年2024年の天然ゴムのマーケット、世界的な消費の回復によって、えー、今年は前年比で4%近く上昇するというふうに予想しています。まあ理由はここに書いてありますので、うん、資料をもし入手された方はそのまま資料を読んでいただければと思いますので、まあ、要するに、あの、欧、う、製、ん、の需要消費と、消費の増加とともに天然ゴムが不足して、 値段が上がるという構図ですね。はいまあ、この天候要因なんかもちょっとね、触れてますね。タイとかインドネシア天候要因による減産も価格上昇の背景にあるとかいう,ふうことも書いてありますので、まあちょっと一つのご参考までにというふうに思います。はい。ということで、第2部は久しぶりにちょっとゴムのね、マーケットについて見ていきました。第1部の方と合わせて見ていただけると幸いです。 ということで、今回はここまでにしたいと思います。お付き合いのほどありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。